J-WAVE をお聴きの皆さん、こんばんは。音楽プロデューサーの蔦谷浩一です。今日から始まった新番組 WOW MUSIC、この番組は毎月一人のクリエイターがマンスリープレゼンターとしてナビゲート。毎週僕がすごいと思う音楽を紹介して、時にはそのすごい音楽を作った本人もスタジオにお招きして、深夜に音楽座談会をお届けしていきます。 J-WAVE でこうやって喋らせてもらうの結構久しぶりですね。2年以上空いたかな。ハングアウトって番組を生放送で深夜にやらせてもらったんですけど、それ以来なんでね、結構緊張してるんですけども、この J-WAVE のこの六本木ヒルズから東京のこうやって街を見るとですね、当時番組やってた頃の気持ちも思い出しますし、その頃聴いてた曲なんかも思い出すし、嬉しいですね、こうやってやらせてもらえるのは。さあ、初回の今日は今年ブレイクしてほしい注目のアーティストを紹介します。今日は3組のアーティストを紹介したいと思うんですが、シンガーソングライターの佐藤萌歌さん、そしてトラックメーカーでありラッパーの NF 絶唱君、そしてバンドですね、新世代バンドテンパレ、この3組ともね、本当に素晴らしいアーティストなんでね、ぜひどんな曲がかかるか、どんな話になるか楽しみに今日の放送を聞いてください。ということで、今週から1ヶ月間よろしくお願いします。さあ、今年ブレイクしてほしい注目のアーティスト、まず一組目なんですが、佐藤萌歌さんというシンガーソングライター、そして NF 絶唱君という、トラックメーカーでラッパーの男の子がいるんですが、この二人が、一緒にやったエンプティードリームという曲があります。この曲がとても素晴らしくてですね、この二アーティストを紹介したいんですが、まず佐藤萌歌さん、この方はですね、新世代のユーミンと称されるらしいです。繊細だけど大胆、ユーモラスだけど甘くない、アートシーンをくすぐる良質なポップネスを持つその才能は、登場するや新世代のユーミンと称され、2018年ファーストフルアルバムルークウォームで一気に注目を集めると、キッドフレッシュのや、斉藤猫さん、渋谷直角さんなど様々なアーティストからも支持を得ると、そういったアーティストですね。もう一組、NF 絶唱君なんですが、彼はですね、福岡市出身のラッパーですね。今在住なのかな、ラッパーでビートメーカー、93年生まれらしいです。2013年にファーストアルバムナチュラルフリークスをリリースしておりますね。2015年にセカンドアルバム、2018年にはサードアルバムをリリースしております。またアルバム作品以外にも多数の自主制作 EP やビートテープなどハイペースで発表し続けており、その創作品数は本人ですら把握できないほどということで、多分相当な多作家なんですね。ミックスやマスタリングも自分でこなすということなんですけども、僕はまずこの曲を聴いた時にですね、非常に良質なポップスになっているなっていう感じがしました。まず NF 絶唱君のトラックなんですけども、今この曲に関してはピアノのサンプリングなんですが、まずそのサンプリング、おそらくサンプリングなんですけども、ね、そのセンスが素晴らしいですね。美しいコード進行と音色も含めてですね、もちろんミックス具合、コンプレッションも全部含めてなんだけど、非常にセンスがいい。それに対してつけるビートのずらし具合っていうのも、これも絶妙で、基本は4拍子なんだけど3つ3拍子とも取れるし、シャッフルとも取れるしっていう、こういうのは昨今のね、ここ10年ぐらいのジャズシーンとこうしているビートの取り方だと思うんだけど、この曲ではラップはしてないんだけど、ラップに関してもやっぱりこうトラックを作る人のラップなんで、非常にリズムが気持ちいいですね。でなんか彼のインタビューなんかを読むと、僕は作ってるのは音楽で文章ではないと、音に乗る言葉として何が正解なのかってことを多分選んでる人だと思うんだけど、それって僕が常日頃思ってる絶対音楽っていうのと相対音、相対音楽っていうのがあるんですけど、絶対音楽っていうのは音の並びそのものが美しいと、相対音楽っていうのは例えば、何かテーマがあってそれに対して音楽を作る。ポップミュージックっていうのは基本歌詞があるから全て相対音楽ではあるんだけども、絶唱君の音楽の作り方、聴き方っていうのはきっと絶対音楽的な作り方だと思うんですね。そこがこういう美しい音楽を作れる魅力の一つなんじゃないかなと思います。そして佐藤萌歌さんの歌なんですけども、彼女はやっぱ本当にメロディーセンスが素晴らしいです。まず声がすごくいいのと同時にですね、メロディーの起伏、
が素晴らしいですね。このシンプルなコードに対してメロディーをつけるとやっぱり1パターン2パターンぐらいのメロディーしか思い浮かばないと思うんだけど、彼女はメロディーラップのようなところでシンプルになりがちなところをしっかり起伏をつけてポップスとして昇華させていると思います。ただ J-POP 的なメロディーの作り方ではなくてですね、非常に和風なものにはなっているんだけども、曲のその歌始まりの1拍目を休むというかその休符を使うことで、ヒップホップ的な響きをちょっとリズムの出し方を使ったりとかですね、しっかり音程をもちろん歌って上手、歌は上手なんだけど、その間でも、ドとレの間だったりその半音のさらに間だったりっていうところのメロディーの使い方によって耳に残る、歌い方をしていたりとかですね、非常にこうボーカリストとしての才能が、光っているなと、そんな曲になっていると思います。ではもう一組、今年ブレイクしてほしい注目のアーティストを紹介したいと思いますが、テンパレ、もうすでに、いろんなところで話題になってるし、チケットもなかなか入手困難になってるっていうバンドですけどもね、フジロックフェスティバルなど国内フェス、アメリカの、大型フェス、サウスバイサウスウェストを含む全米ツアーやアジアツアーを行うなど自由奔放に市民を行き来する新世代バンドテンパレ、15年9月にリリースしたデビュー EP インスタントハワイは瞬く間に完売、16年1月にファーストアルバム From Japan、 17年2月に新作 EP5 曲を発売、17年夏にギャップとのコラボ曲革命前夜を収録したセカンドアルバム From Japan 2をリリース、18年夏エイミーですね、コーラスシンセサイザーが、正式メンバーに加わり、新体制後にミニアルバムなんて素晴らしき世界をリリースというね、で19年6月、リリースニューアルバム21世紀より愛を込めてが多数のメディアや評論家から年間ベストアルバムに選ばれるなど高い評価を得るというね、もう素晴らしい、もう実績があるんですけど、今回紹介する曲、テンパレの大東京万博、もうすでに、JWAVE もたくさんかかってると思うけど、僕が今年一番衝撃を受けた曲ですね。なんだこの曲はと、独特なコード感やリズム、そしてアレンジメント全体どれをとっても本当に独特な上に非常に癖になる毒のあるメロディーが乗るっていうところが特徴的だと思います。リズムのずらし方、これは本当にジャズシーンの、リズムとも共鳴してますね。そういう部分がありつつ、これが数値化できるものではなくて感覚、基本的にはセンスでやってる印象ですね。これだけ独自性を貫いて多くの人の求心力のある曲を作れる人っていうのはどんなに技術を手に入れてもどんどん自分が大きくなっていくタイプだと思うので、これからさらに面白い存在だなと思います。イントロから、テンパレらしさ全開なんだけど、メロディーが本当にサビのメロディーというのかな、これが本当に美しいですね。いわゆる日本的なメロディー、坂本龍一さんとか、それこそそうだな、彼がなんか好きらしいんですけど、その久石譲さんとかにも出てきそうなメロディーなんだけど、こういうメロディーって結構ペンタトニックスケールっていうので作られがちなんですよ。でも彼の場合は5音ではなくて6音で作っていて、そこの6音目に半音を入れるところがね、非常に癖になる。このつかみがすごく覚えやすいサビのメロディーがある中で、サビに行く前はぴったり4拍子のリズムでインテンポでいけないっていう、そういうこう崩しだったりとかですね、あとは最後のサビで転調して一回下がるんですね。で上がったりとか上がったり下がったりとか、そういうのをなんか微妙なこういう転調の具合とかですね、こういう発想っていうのは一体どこから来るんだろうっていう。でインタビューとか読んでると、北の映画だったりとかですね、ソナチネが好きだったりとか、あとルイス・フィオリーとか結構古いアーティストで、これも独特なアーティスト、あとは、三上寛さんとかですね、だいぶなんていうんですかな、フォークシーンの中でもかなりアバンギャルドな人だと思うんですけど、なんかそういったもの、あとは岡本太郎さんですね、もう好きだったりとか、彼らが美しいと思うもの、素晴らしいと思うものっていうのは全部アバンギャルドでいて、どこか共通項がありそうなんだけど、どこに共通項があるかって言葉では説明できないんだけど、それが全てテンパレの音楽に還元されているのかななんて思います。そのどれとも似ていなくて、でもどの影響も受けていて、全ては彼らのフィルターを通して出てきている、そんな独自性のある、音楽なんじゃないかなと思います。蔦谷光一がナビゲートしてきました WOW ミュージック、いかがでしたでしょうか。今回紹介したアーティストは佐藤萌歌さん、そして NF 絶唱くん、そしてテンパレ、この3アーティストですけどね、今日紹介した曲だけじゃなくて彼らの曲、素晴らしい曲たくさんあるので、
ぜひいろんな、ね、ところでチェックして、聞いてみてほしいですね。今回の放送どうでしたでしょうか。僕も久しぶりにこうやってラジオで喋ったので結構緊張しましたね。なかなかうまくできなかったんですけども、次回もね、次回以降もまた、たくさんのアーティストを紹介したいですね。次回なんかは、ゲストももしかしたら来るかもしれないので、ぜひ、楽しみに、放送を楽しみにしてください。ここまでのお相手は音楽プロデューサーの蔦谷好一でした。